みなさんこんにちは東京マルチカルチャーチャーチの牧師原田元道です今日は12月の31日土曜日タイトルは創造主を恐れその命令を守りなさい聖書箇所は伝道者の書12章の1節から14節となっております伝道者の書 十二章、一節から十四節。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また、何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また、雨の後に雨雲が戻ってくる前に、その日、 家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事をやめ、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、嘘を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。 アーモンドの花は咲き、バッタは足取りを重く歩き、風潮木は花を開く。人はその永遠の家に向かって行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。 土の塵りはもとあったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空。伝道者は知恵あるものであった。その上、知識を民に教えた。彼は試作し、探求し、多くの信玄をまとめた。伝道者は適切な言葉を探し求め、 真理の言葉をまっすぐに書き記した。知恵のある者たちの言葉は、月棒のようなもの。それらが編纂された書は、よく打ち付けられた釘のようなもの。これらは一人の牧者によって与えられた。我が子よ、さらに次のことにも気をつけよ。多くの書物を書くのはきりがない。学びに没頭すると体が疲れる。 結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからである。今日は12月の31日、大晦日です。 2022年は今日で最後となりますけれども皆さんにとってこの2022年という年はどのような一年だったでしょうか。イベントとしてはですねオリンピックがありましたしまたサッカーのワールドカップというある意味華やかな出来事があった年でした。しかしながらロシアによるウクライナへの侵攻であったりまた安倍元首相の銃撃事件といった衝撃的な出来事もあった あ、1>, 1年であります。また、新型コロナウイルスの感染拡大が始まって、丸3年が経ちまして、こう。3年ぶりにまいろんなイベントが開催されるということも、いろいろと耳にする1年ではなかったかと思います。まこの感染に対する警戒感がま和らいできた。一つの証拠ではないかとも思います。けれどもまそれでもまだまだですね。社会全体には漠然とした不安。 また恐れといったものが漂っているように感じますそしてそのような漠然とした不安や恐れの中でどう生きるべきなのかということをまたこう考えさせられている人考えたことのある人は少なからずいらっしゃるのではないかと思いますそのような時代にあってです、ね、今日の聖書箇所はこのように漠然とした不安や恐れの中でどう生きるべきかに対する指針ガイド を与えてくれる聖書,家書ではないいかと思いますこの12月に入ってですね「伝道者の書」というものを一章から読んできておりますけれどもここの大晦日の日にちょうどこの「伝道者の書」も最後を迎えておりますここまで読んでこられた方はお気すきだと思いますけれども伝道者の書の中には本当に「この虚しい」また「虚しさ」また「くといった言葉がたくさん出てきております。 昨日,の昨日読んだ聖書箇所、まあ、11章においてもですねむな、えー、しいことが記されておりましてそれは人には分からないことがある特に自分にとってよく分からない、まあ、理解できない何が起こるか分からないといった時に人は不安や恐れを感じるものではないかと思います。 あのこの新型コロナウイルスに対して私たちが不安や恐れを抱くのは本当にいつどのようにしてどこでそのウイルスに感染して健康を害することが起こるのかわからないそのわからなさが不安や恐れとなって私たちを包み込んでいるように感じます。このわからないこと理解できないことのある意味最たるものは死ではないかと思います。 もちろん私たちは誰もがいつかは死んでしまうということは分かっておりますけれどもまうのたその死んだ後ですねどうなるのかについてもちろんいくつかの事柄が聖書には記されておりますけれどもはっきり本当にそうなるのかというのは本当に誰にも分からない。それゆえに人は皆死に対して不安や恐れを 覚えるものだと思います。今日の聖書箇所、一番最初の箇所には、まあ、若いうちに、えー、天地万物の創造主である主を覚えなさいという勧めがありますけれども、まあ、それはこのすべての人に襲いかかってくる死という現実を念頭に置いた勧めであります。この一節をお読みいたします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また 何の喜びもないという年月が近づく前にここにまず「あなたの創造者を覚えなさい」とありますがこの聖書協会共同役別の役ではここは「心に刻め」といった役が当てられておりましてまた単純にこう覚えるですね想像主として頭で認識して理解するということだけではなくて本当に心に刻むわけですね。こう 絶えずイエス神様のことを思い起こしその性質また見業を覚え自分の本当に人生観生き方をどうあるべきか世界観をそれに基づいて作り上げていくそういいったこととが意図されている言葉と言えますそしてまた「何の喜びもない」という「年月」とありますけれどもそれは最初のこの「若い日」と対比されておりまして年を取った後ですねどうしても年齢的に 疲れたなと喜びを感じないなということが必ず感じると思いますがそのような年齢をを重ねるるこことととによる心境の変化というそしてまた災いの日が来る前に来ないうちにとありますがこの災いの日というのは何かというと2、えーまあ、通りの考え方がありまして世の終わりの日またはまあ人生の終わりの日死の日ですね死んでしまう日。 二通り考えられますしかしどちらかというとこの「伝道者の書」全体のテーマを見ていくとですねその中でたびたび死死のことの虚しさについて語られておりますのでおそらくは世の終わりというよりも本当に死んでしまう人生の終わりの日それがここでいう災いの日ではないかというふうに考えることができると思います。 実際7節のところではですね「えーまあ、土のちりは元あったように地に帰る」という表現がありますけれどもこれはまあ最的には明らかに死んでしまうこと塵からでできた人間がととししして土に帰っててにっいく、まあ、死んままうことを指しておりますそしてこのようなまわ、あ、死ぬ日災いの日というのは、まあ、誰にでも必ず訪れてくるそのことに対して8節で作者は言います。 空空の空伝道者は言う全ては空ここに本当に誰もが、まあ、いつかは必ず死んでしまうという現実を目の前にして本当に虚なしいことであると全ては空であるというふうに伝道者のの作成がが言っていることがわかりますそういう意味ではこの死に対する不安や恐れというものを完全に取り払うことはできないと言えなくはありません。 まではですねその人生に必ず襲ってくる虚しさまた不安や恐れに対してどうすべきかどうあるべきかですがそれに対してま結論としてですね12章の13節で伝道者は言ってます結局のところもう全てが聞かされていることだ神を恐れよ神の命令を守れこれが人間にとって全てであるもう全て聞かされていること 神神をを恐れ、神の命令を守りなさいで。その理由は14節ですが「神は善であれ悪であれあらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである」「神様が全てを正しく裁かれるから何があっても神を恐れ神様に忠実に生きなさい」それが伝道者の進める生き方であります。 神様を恐れて神様の命令を守りなさい。神様が全てを正しく裁かれるからだと伝道者の書の作者は締めくくっています。しかしながら聖書全体を見た時に実はこれには続きがあります。というのも私たち人間は神様の命令を完全に守りきることができない存在であります。 そしてまたそのためにですね神様の正しい裁きのとでは全ての人が有罪判決を受けざるを得ないそしてまたその罪の報酬は死であると聖書は語っているからですしかしもちろん神様はそのような状態を誰よりもご存知で私たちがその裁きによって滅びてしまうことがないようにその御子イエス・キリストをこのように送られました。そしてイエス様が私たちの罪を その身に背おかげでイエス様を信じる私たちは永遠の命を受けまたイエス様が再びこの世に来られる時にはイエス様の復活の体と同じく死ぬことのない朽ちることのない体を持ってよみがえると聖書は約束しております。その時死は勝利に飲み込まれたという予言が成就されると。 パウルは語っております死んで終わりではなくて世の終わりの日イエス様が再び来られる日には復活をして新しい天地で神様と共に永遠に生きるそれが聖書の語る救いが完全に実現した状態でありますその時こそこの死のもたらす不安や恐れに完全に打ち勝つことができるこ,れここに希望があります 私たちの世の中には本当にわからないことばかり何が起こるかわからない理解できないことがたくさんありますけれども神様のご計画神様がおっしゃったことは必ず実現すると聖書は語っていますそしてその確信を与えてくれるものがイエス様の十字架また復活の出来事でありますこの来たるべき新しい一年も イエス様の十字架と復活を覚えながらどんなことがあったとしても神様に絶対的な信頼を置きイエス様と共に神様の喜ばれる人生を歩んでいくことができますようにお祈りいたします夢かいてのうなる神様あなたの皆を心より褒め称えます私たちはあなたの命令を守りきることができないとに弱い存在であります それが故に全てその罪をあなたが背負い十字架で死んで復活してくださったことを心より感謝いたしますそ,その愛から私たちを引き離すものは何もありませんどうぞこの来たるべき一年何が起こるかわからないまた不安や恐れもありますけれどもあなたがいつも共にいて私たちを守り導いてくださっているそのことに信頼をしてあなたと共に日々 歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。